ザ・シフト完結編、ウェイン・ W ・ダイヤー。第4章、意義ある人生。すべてを委ねれば、誰もが本当の自分を生きられる。自分のためだけに生きては、人生は意義あるものにはならない。誰かの役に立たなければ。アブラハム・ジョシュア・ヘシェル。人間がその存在に意味を持たせるには、スピリチュアルな世界との関係を自然に育むことだ。アルベルト・シュバイツァー。偽りの自分、エゴを捨て、新たなガイドラインに沿って、生きながらにしてソースへ戻る旅を始めようというものです。ソースに促されて芽生える意義ある人生の世界では、物質世界の法則が必ずしも正しいとは限らないとわかり、奇跡やシンクロニシティは起こりうるものと認識できるようになると、人生の風景がガラリと変わります。つまり、私たちも含め、存在しているすべてのものの核となるのが、人生の意義なのです。さて、最後に至るのは、皮肉なことに、もともと私たちがいた場所ということになります。野心から意義ある人生への旅の目的地であるソースは、私たちの起源であり、T.S. エリオットの言葉を借りれば、初めからすでに知っていた場所なのです。私たちは目的と意味のあるあるところからやってきました。そして、生まれてから偽りの自分であるエゴを受け入れ、それが作り出す野心を満たそうと努力しながら過ごします。ユングの言う人生の午後に差し掛かって、やがてシフトを迎えると、この本で前にも引用したエマヌエルの言葉で表現されている場所にたどり着くのです。頭ではその場所はわからない。でも、心はすでにその場所にあって、魂はそこから離れることはない。お帰りなさい。ソースにたどり着こうとすると、自分の呼吸一つ一つが人生の目的になります。もう戦いに勝とうと苦しんだり、人の評価を得ようと頑張ったり、誰かの期待に応えようとしたり、他人の生きる目的を満たそうと頑張ったり、富を手に入れよう、功績を上げよう、貯蓄しようと思う必要がなくなります。そして、戦いからも確実にやらなければ、いつも正しくなくてはというプレッシャーからも、争い、支配、征服、優越感といった感情からも、すっかり解放されるのです。こうしたエゴが作り出したものは、ソースにたどり着くと、そのパワーも魅力も失ってしまい、ただ、人生の意義だけが、大事なものとなります。何年も前に友人のラム・ダスと話をした後に私はこう書き記しました。私はずっと人生をかけて偉い人になりたいと思ってきた。そして今、それは実現したと思うが、これは本当の自分ではない。ずっとエゴが求めるままに強さを認められたい。偉大な功績を残したい、富を築きたい、たくさんの手柄を立てたいと努力をし、その自分がそれは本当の自分ではないと気がついたのです。エゴの求めるものはすべて満たしたのに、それでも自分は生きる目的を果たした、目的を持っているし、自分の人生は意味のあるものだというには、遥か先があると分かりました。
この章の冒頭で引用した文に、今までの私に欠けていたものが描かれています。意義ある人生とは、自分以外の人の役に立ち、それが誰かにとって価値あるものでなければならない。という言葉の通り、人からいくらなりたかった偉大な人にもうなっているではないかと言われても、それは本当の私ではなかったのです。私はみんなと同じようにこの世に何も持たずに生まれてきました。持ち物の話です。そしてこの世を去るとき、また何も持たないで去ることになるでしょう。ですから結論から言えば、人生では何も達成したり、溜め込んだりはできない。できるのは、ただそれを手放すことだけなのです。この章の冒頭で紹介した、私の尊敬する人の一人、アルベルト・シュバイッツァーの言葉の通り、人生に意義を与えてくれるのは、物質ではなく、スピリチュアルな目覚めなのです。つまり、神のように考えられるようになりなさいという意味であり、それは私が本書でお伝えしようとしていることでもあります。これはまた大きな変化、シフトも意味しています。生きているうちにエゴを捨て、ソースというワンネスに向かって戻ろうとすることなのです。意義ある人生を送る準備。では、どうしたらエゴのないソースに帰ることができるのでしょう。老子はこの世にいながら、不滅、不死と言われる天国のようなものとは、どんな場所かを感じる必要があると言います。不死を感じ取るためには、二元論、争い、教義を紡いでいる世界のつながりをすべて解き放つことだ。野心のある薄っぺらな世界にいてはドアは開かないだろう。ブライアン・ウォーカー。もしこのプロセスを始められなければ、つまりエゴの引き起こす不満から逃れられなければ、不死への扉は開かないだろうということです。意義ある人生を歩むためには、自分からエゴを取り出し、老子が言う自分の周りにあるたくさんの世界から解放されなくてはなりません。老子はこうアドバイスし、より高次元なものに意識を向け、差別なくものを見る徳を身につけて、自分のエネルギーを聖なる領域とつなげることができれば、やがて究極の真理が訪れるだろう。物質世界との縛りから解放され、同時にソースとつながれば、自分の持つ力を超えた導きを手にするチャンスが訪れます。そうすれば、日々目的と意味のある人生がどういうものかが分かってくるというのです。それは、エゴとは全く異なるものなのです。意義にあふれた人生では、人も自然も、それぞれそのままで完全、パーフェクトであり、お互いにバランスの取れた状態ですが、仮にエゴが入り込めば、それは成り立たなくなります。ソースに従って生きたいと思うのなら、すべてを委ねなくてはなりません。たとえ残業して、やがてそれが悲惨な結果につながることが分かっていても、エゴは冷笑しかしないのですから。本当の私であれば、どうやって人の役に立とうかと考えるはずです。それに対し、エゴはもっともっと欲しい、満足を知りません。エゴの声に応じていると、Give me, give me, ちょうだい、ちょうだいと乞うエネルギーを宇宙から受け取ってしまうのです。はじめは分かりにくいかもしれませんが、よく注意すると
このエネルギーがプレッシャーや心配、ストレスを作り出しています。どうしてなのでしょう。常に要求するエゴの声に囲まれたままでいると、そんな要求のない環境を選べるのに気がつかないからです。引き寄せの法則は、どちらの選択肢を選んでも成り立ちます。自分が宇宙に何かを要求すればするほど、それだけ要求されることになり、その逆に人に与えれば与えるほど自分に与えられるようになっているのです。簡単に言えば、自分が思う姿がエネルギーになるのです。常にもっと欲しいとばかり考えていると、その分返さなくてはならないエネルギーも引き寄せてしまいます。でも、いつでも与えようという姿勢でいると、自分に与えてくれるエネルギーを引き寄せることになります。老子の言葉に立ち返ってみましょう。不老なし遂げ、絶対的な喜びを感じて、永遠に自由になれる。何も分け隔てすることなく、徳を積むことが、この境地に至る手段である。人に親切に、無私無欲を実践すれば、人生に自然と必要な道が調和する。私の言うシフトとは、古くから伝わるこの教えの現代語訳のようなものです。意義ある人生は、エゴや自己中心的な姿勢でいては、決して成し遂げられず、無私の状態になることである、とお伝えできればと思っています。この詩で老子は、分け隔てをしないで徳を積むようになりなさい、と言っていますが、これこそ目的ある人生が与えてくれる自由と喜びへの道筋なのです。私たちの本質を構成している4つの美徳。あまり知られてはいませんが、ブライアン・ウォーカーによる老子過去経という私の大好きな本があります。その中には、私たちが本来持ち合わせている美徳には4つがあり、肉体を持ったまま宇宙の真理に従って意義ある人生を歩みたいと思ったら訓練が必要であると述べられています。ここでその訓練についてもう少し詳しく述べてみたいと思います。1. 畏敬の念を持つ。私たちは今ここに生まれてきて、エゴが複雑に絡んだまま生きています。エゴはその日その日、何か楽しみを見出さなくてはならないと訴えます。いつもどこかに行かなくてはとか、もっと手に入れなくてはなどと考えているのはとても疲れることです。究極とも言える意義ある人生を手にし、自分本来の姿に戻りましょう。本来の自分とは、ボルテールが次のように述べているものです。人はとてもシンプルに人生を始め、次第に複雑なものにしていくが、悟りを得ると、しまいにはシンプルな場所に戻る。人間の知性とはそんなものだ。私たちの生まれた場所、ソースへ戻ろうとするときには、センス・オブ・ワンダー、不思議を感じる感覚を得るものですが、その感覚はできれば避けたいものというより、むしろ感じてみたいと思えるものであり、シンプルなことに、ああ、そうか、と気がつく楽しみを見つけるようなものです。意義ある人生を送る段階に至ると、エゴが押し付けてくるコンプレックスから解放され、自然と畏敬の念が生まれ、風がうなる音を聞いたり、嵐が猛々しく荒れ狂うのを見るのが楽しくなったり、蜜蜂や蝶が受粉を手伝いながら蜜を集めているのを
素晴らしいと感じたりします。第一の基本的な美徳とは、自分を含めたすべてのものを無条件に愛すること、尊敬することです。命あるものすべてに深い畏敬の念を持つようになると、何かに干渉したい、支配したい、コントロールしたいと思う気持ちがなくなります。詩人ロバート・フロストの私たちはあるがままにあるものを愛すという素敵な言葉を心に持ち続けるのです。この美徳を身につけるように訓練すると、エゴが大好きな期待するという行為が人に対しても物事に対しても働かなくなります。街の中に一番高いビルを建てる方法が2つあります。一つはエゴのやり方で他のビルの高さを打ち負かして一番高いビルになること。この場合、常に争わなくてはならないという問題が生じます。人は自分の成し遂げたことをぶち壊されたり、台無しにされたりするのが嫌いなものです。ですから、こういった争いのリアクションは怒りに始まり、そしてそれから無理やりにでも相手に見合うほどのパワーを出さねばならず、やがては総力戦へと至るのです。そこには相手に対する愛も尊敬もなく、争いに自分が勝ったとただ誇らしげに言いたいだけなのです。実際、エゴはいつでも無謀にトップに立ちたいと思っている人を探していると言っていいでしょう。もう一つの方法は、ソースのやり方で野心より意義を求めます。そこでは、自分が建てているビルを愛しながらも、他のビルを建てている人の努力を尊敬するのも忘れません。ですから、争ったり勝ったりする必要がないのです。常に仕返しをされてしまうようなやり方で、力ずくで物事を進めたりはしなくなります。命あるものすべてに敬意を払うというのは、神の創造物、惑星、そして宇宙を愛し、尊敬するのと同じです。この第一の基本を実行すれば、世界は平和になるでしょう。意義ある人生へシフトする時期とは、こうしてもがいている状態から、偉大なソースに従って生きようとし始める時でもあります。2、誠実であること。第二の基本的な美徳は、日々誠実であることです。ルールを破らないようにするという意味ではなく、本当の自分の特徴を生かして生活を楽しむようにという教えです。エゴに導かれた野心のある人生では、本質的に偽りの自分、本物ではない自分が主として働き、自分は何者なのかを蓄積したもの、功績、どれだけ人から認められているかで自分を判断し、自分の優位性を示して人と区別してしまうのです。本当の自分ではなくても認められたい。それがエゴの狙いどころでもあるのですが、そう思うとなかなか誠実ではいられません。ウィリアム・シェイクスピアがハムレットの中で、神はあなたに顔を与え、あなたは自分でもう一つの顔を作ってしまう、と表現しているように、本来のあなたの顔をエゴの求める顔へと変えてしまえば、誠実であることは難しくなるのです。こうして自分がどのくらいエゴに支配されてしまっているかに気がつかないままのあなたを、周りの人は本来のあなただと思ってしまいます。あなたの言葉や態度は基本的にこんなメッセージを発し続けているのです。これが私です。決して満たされることのない欲求を満たしに、この世に生まれてきました。この挑発的なセリフを自動書作家スース博士がこう表現しています。自分らしく振る舞って感じたままのことを話しなさい。
なぜならそれを気にする人はあなたにとって重要ではないし、あなたにとって重要な人はそんなことを気にしないからです。あなたにとって重要な人はあなたの思う誠実さが彼らにとっても同じく誠実であるかどうかでさえ気にしないというのはまさにその通りです。気にしないどころか、あなたが内なる目的意識を満たして意義ある人生を送ることを心から喜び、どこかに行き着かなければともがいたり偉くなろうとするより、真の自分を探し求める経験をしてほしいと思っています。私はよくこの自分の本質に残念ながら出会えていない人と話をすることがあります。彼らは自分の仕事を幸せとは思えず、欲求不満が溜まっていて、スーツも嫌ならネクタイを締めるのも嫌、決められている勤務時間も同僚たちもすべて嫌いだと言います。こうした人たちが働いている場所は大抵とても誠実とは言えない、まるで自分の価値観だけで他人を定義する雰囲気に満ち溢れています。もちろん本人に自分は誠実だと思いますか?と尋ねれば、そうだと答えるでしょうが。でも本当のところ、彼らの人生といえば意義も見出せずに、自分が現実にするために生まれてきた生きる目的を実践しようなどという姿勢は全くありません。こんな人たちにはよく、ソローが自然な誠実な状態になりなさい、進めている文章をじっくりと考えてみてくださいと言います。もし人が自分の生きる目的に向かって自信を持って進んでいるのなら、あるいは自分が思い描いた人生を一生懸命生きようと努力しているのなら、思いがけない成功を収めるのはそれを他の人と一緒に成し得た時だろう。世界は何を必要としているのだろうと問いかけるとき、あなたが人生で何をすべきかを人に尋ねるのではなく、自分の内に向かって自分はどこから生まれてきたのだろうと考えてみてください。世界が本当に必要としているのは、みんながより幸せに生きるにはどうしたらいいかを考えて情熱を燃やす人なのです。そしてこれが自分の本当の姿であり、これこそ老子の言う第二の基本的な美徳、いつも誠実であろうと、本当の自分に正直でいようとする意志の強さを持ち合わせていることになるのです。3、思いやり。意義ある人生を送るための三つ目の基本的な美徳とは、他人に対して親切に配慮することです。もうお分かりでしょうが、これはエゴではなし得ません。それどころか、偽りの自分は常に自分の力を他人にどう及ぼそうかと考えています。そして人間関係では、エゴが引き起こす競争意識や脅迫観念を持っているので、自分の都合に合わなければどうしようもないほど、相手に対抗したくなる気持ちが湧き上がってくるのです。ハイエストセルフ、ソースと同程度の意識を持った高次元の自分は、他人に脅迫観念を持ったりしません。なぜなら、自分が分離しているという概念そのものがないので、他のすべての生き物と一つだという気持ちも育っているのです。万物とつながっているという感覚が思いやりとなり、最終的には優しさと謙虚さ、親切心にあふれた世界へとたどり着くのです。マーティン・ルーサー・キングはこのように言いました。私たちは逃れられない相互関係の中に生きています。運命という一つの洋服を一緒に着ているようなものです。ある場所に影響があれば、その影響は間接的に
あらゆるものにまで広がっていくのです。人生の意義は、暴力的なことに気持ちが奪われている間には経験できないものです。他人を征服したり、消滅させたりするのは、それがたとえどんなに逼迫した状態であろうとも、私たちが生まれた場所であるソースの持つ優しさを実践できなくなってしまっているのと同じなのです。老子道徳経には次のように書かれています。武器というのは破壊の手段であり、知恵を持って避けなければならないものである。死をもたらす道具だけでなく、私たち自身の言葉や行動も武器になります。意義ある人生を歩む中で、やがて優しさがどんなに大事なものか、ソースに向かうことがどんなことかが分かってきます。老子もキリストも人々や文明の間で常に起こっていた戦争を見て、意義と目的のある人生を送りたければ、ハイエスト、最も高次元なものと共に生きるべきだと言っています。情けを捨て、一体どれだけの人を殺してしまったのでしょう。それは偽りの自分の仕業なのでしょうか。何のために殺したのでしょう。古代からずっとあまりにも多くの罪なき生き物が、その土地を治めたい、その丘を占領したい、自分の王国を築きたいという人によって虐殺されてきました。こんな暴力の歴史を振り返ってみると、20世紀とは最も暴力的な時代だったことがわかります。そして今、私たちはどこにたどり着いたのでしょう。ハイエストセルフが望んだような、みんな一つになって生きるような道筋が見つかったのでしょうか。武器を作り、それをサイロや潜水艦に蓄えてきましたが、それらにはこれから何世紀もの間、この地球上の全生命を絶やすほどの威力があります。こんな馬鹿げたことは、ほとんどがエゴに導かれて行動した結果なのです。私たちは、エゴが求める野心を持った存在から、この地球にとってもっと意義ある存在へとシフトする必要があります。暴力を避け、思いやりと優しさを行使するようになれば、私たちの人生そのものが変わったのを感じ、自らがソースと同じように考え、行動し、ふるさと、ソースに戻った感覚を味わえるでしょう。本当の目的を感じれば、意義ある本物の人生の楽しみを手にできるのです。4. 奉仕の心。基本的美徳の最後の4つ目は、人生において本当の意味で常に誰かから助けられていると意識することです。エゴから押し付けられた野心を捨て、いつも誰かに助けられていることでこの命が維持されていることにゆったり身を任せる感覚を持つのです。さらに、他人に見返りを求めることなく奉仕してみると、奉仕することは相手に感謝したくなるほど自分の人生に意味を与えてくれる大切なものそのものだとさえ気がつきます。つまりそれは、神だったらどう考えて行動するだろうと学ぶ最大のチャンスでもあり、これこそアルベルト・アインシュタインが創造の謎を解明しようとした際の主な動機でもあったのです。自らがソースの一部だとすれば、人は皆、一人一人が神の意志を表現したものということになり、自分の中の創造の力がどういったものなのかを理解したくなるのです。神は自分の手に持っているもので、何を成し遂げたのだろう。何か特別なことをやったのだろうか。
助けを求めたのだろうか。私たちに感謝してほしいと思っているのだろうか。神は自らのために何かをため込んだりしないのだろうか。神は自分の仕事がうまくいったかどうかを気にかけるのだろうか。などといった疑問は偽りの自分から出たものであり、その答えを求めて人間はこれまでいろいろな神話を作り上げてきました。実はその答えとは、神はただ与え、創造し、何度も何度もそれを繰り返してきただけなのです。まさにそれだけなのです。この第四の基本的美徳では、私たちのソースの本質、つまり地上に命あるものの生きる目的とは太陽のようなものだと言っています。もしも太陽にどうしていつも光を与えてくれるのですかと質問したら、最もありそうな答えは、それが自分にとっては当たり前だからですというものでしょう。地上に生を受けたあらゆるものに私たちができるのは与えることしかありません。私たちは自分が欲しいものを引き寄せるのではなく、自分のようなものを引き寄せています。アッシジの聖フランシスコの祈りの中にも、自分が与えてもらったものは誰かが与えてくれたものだという言葉があるように、与えて生きることがソースとつながる方法なのです。ですから、自分が与えた分、今度は宇宙が私たちに助けを返してくれます。宇宙は自分が発するエネルギーの振動に反応して戻ってくるのですから、自分が私はどう役に立てるだろうというエネルギーを発すれば、やがて巡ってきて、それを自分が受け取ることになります。この素晴らしい人生の送り方では、野心に満ちた自己中心的な考えで物を引き寄せるのではなく、シフトを果たし、不思議なほど満足できるものを引き寄せる人生を送れます。これが意義ある人生なのです。また、シェイクスピアの話になりますが、ヘンリー6世第3幕での主人公ヘンリーの見方はとても素晴らしいと思います。王冠は頭ではなく心にいただいている。ダイヤモンドでもインドの宝石でも飾られてはいないし、目に見えないものだ。私個人の英雄とも言うべき人はマザー・テレサですが、彼女はその後半生を他人を導き仕えることに費やしました。その彼女がかつて、愛は愛だけでは存在し続けられないし意味を持たない、愛は行動するものであり、その行動とは奉仕なのです、と語ったことがあります。この言葉は私を魅了し、やがてエゴの野心から解放され、人の役に立つ人生シフトするきっかけとなりました。現在、私は毎日を 100% 誰かのために何らかの役に立てるようにと、毎朝ありがとうございますという言葉を口にしながら起床します。そうやって毎日を人の役に立てるよう過ごせる環境にいる自分を感謝するのです。あの有名なスーフィー教徒の詩人ルーミーも、もし一日に一度祈りの言葉を口にするのなら、ありがとうと言いましょうと述べています。私は一日を始める前に、できるだけ誰かの役に立てるような何かをしようと思っています。毎日たくさんの手紙をもらいますが、世界のどこかにいる見知らぬ人が明るく過ごせるようにと思いながら、ザ・シフトの本や CD、あるいは PBS スペシャルの DVD を送るのです。切手を貼りながら、サプライズギフトを愛の印として送ることで、それがメッセージとなって、その人を気にかける人がいて、
私もその一人だと相手に伝わることと思い、それに喜びを感じます。時には愛する人を失って悲しんでいるとか、病気で伏せっていると聞いた人に電話をかけたり、封筒にお金を入れてコミュニティのために働く人に送ったり、道路沿いのホテルに滞在すれば、私のために働いてくれた名前も知らないメイドさんを探し出して、思わぬお金をプレゼントしたりして驚かせたりしています。こういった行為は、私を知ってもらいたいわけではなく、意義ある人生へとシフトしたらどうしたくなるかという具体的な例に過ぎません。与える行為は本当にたくさんありますが、大事なのは何をするかではなく、自分に向けていた注意を他人に向けられるようになることなのです。徹底的に謙虚に誰かの役に立とうとしながらも、エゴを抑え、何の見返りも求めなくなるには訓練が必要です。私はエゴの求める望みや要求に支配されていた頃からすると、求めるものがずっと少なくなり、むしろ身の回りのものが少なくなることに喜びを感じます。ワードロープ、蔵書などを感謝されることさえ期待せずに人にあげることもあります。今の私には贅沢品などほとんど必要ありませんし、実際、生活の中で物が少なくなればなくなるほどに心地よく感じるのです。私は一日たりとも人の役に立たなかったり、助けたりせずに過ごすことはありません。面白いことに、誰かに与えれば与えるほど、そしてそのことに時間を費やし、エネルギーやお金を使えば使うほど、やがてそれらは戻ってきます。それがリサイクルのように繰り返され、私が手にしたものやお金はエゴがないので、受け取った分また手放せるのです。そうしながらも、第四の基本的美徳を常に心に置いておくようにしています。というのは、エゴはとても必要で、すっぱりとはなくなってくれないからです。ウェイン、君にはそんな余裕はないんだよ。今手元にあるものだって、自分で一生懸命働いて手にしたものじゃないか。ホテルでトイレを掃除している女性にそんな大金は必要ないはずだよ。1、2ドルで十分なはずなんだから、ちょっと振り返って、まずは自分のことを考えたらどうだ？こんなメッセージがエゴからずっと発せられるのです。こんな時、私は自分のエゴを頭の中で箱に入れて封をし、意義ある人生を送る決心を邪魔をするその箱の上に座って、マザー・テレサから学んだ言葉を繰り返します。愛は行動すること、そしてその行動とは奉仕すること。愛はそれだけでは、そして自分に向けられていては何の意味も持たないということを思い出そうと努力します。私の友人でもあるラム・ダスは何のエゴも持たずに何年もの間自分の両親とママ母、エイズやがんに苦しむ人たちを助け、本当に意義ある素晴らしい人生を送った人でした。父親をベッドからトイレに連れて行って後始末することさえ苦労とも思わず優しく接してきた人です。事実、彼はこの経験を自分の人生に与えられたチャンスだと言い、人を手助けしてそれに身を捧げれば、老子の言った第四の基本的美徳の真意が理解できるようになるとも言っていました。このようにとても謙虚に、何の見返りも期待しないで人を助ける生活は誰にでもでき得ることです。これは人間が大きく進化した姿でもあるのです。自然がどう働いているか観察してみましょう。太陽は静まっていても、それでも大いなる強さを持ち続けていますが、それはすべての川や小川が
大洋に流れ込んでいるからです。老子道徳経には次のように書かれています。なぜ海はたくさんの川の王でいられるのだろうか。それは他の川より低いところにあるからだ。だから人より高い地位につきたいと思う人は謙虚に言葉を選んで話さなくてはならない。熟した実のなる木の枝は低く垂れ、雲は優しい雨を降らせ、気高く上に立つ者は心を込めて頭を下げる。これが意味や目的を持った者の道筋なのです。謙虚になることで自分は四つの基本的美徳に従って意義ある人生を送るのだと、エゴに向かって確固たるメッセージを送り続けるのです。四つの美徳は永遠に続く教義ではないにしても、あなたが生まれた場所の持つ本質なのだ。実行すれば、それは知恵を生み出し、五つの祝福がもたらされる。健康、富、幸福、長寿と平和が。ブライアン・ウォーカー。こんな祝福は、まさに偽りの自分から、意義ある人生へとシフトした人々にもたらされるものです。もしこの人生すべて間違っていたらどうしよう、などという疑問で悩んだりする必要はありません。すでにより高い次元へとシフトしているのですから。意義のない人生に気づいたときにシフトは起こる。シフトの基本となるメッセージを伝えるトルコの格言があります。間違った道をどれだけ進んでしまったとしても引き返せばいい。偽りの自分のままどれだけ過ごしてしまったかは問題ではなく、このまま進んでも目的や意味のある人生が歩めないと気がついたら、誤った道を進んでしまったと認めましょう。自分の人生に意義がなかったと気がついたとき、それがソースへと U ターンする時期なのです。意味と目的のある人生シフトする際に、最も注意すべき3つの点を挙げておきましょう。1、自分のことより他人のことを考えてみる。このシフトは、エゴが作り出す思考パターンからすると大きな変化です。エゴは他人や地球にどんな影響があろうとも私には権利があると訴えるのですが、実際のところ私たちには何の権利もありません。それでもエゴの求める Me first 私が一番という自分優先の感情が欲求不満とともに起こるのです。こんな精神状態では、世界やそこに住む人々への怒りが生まれてきてしまいます。権利を主張し続ければ、摩擦を引き起こし、固定観念が生まれ、やがて自分は大事にされていないと思い込み、自分のことだけが関心事になります。まだ幼く甘やかされ、エゴに支配されやすい、子供への言葉を思い出してみましょう。自分のことより他人のことを考えなさい。おもちゃを一緒に使いなさい。自分がそうしてほしいように人に接しなさい。こんなアドバイスは野心から意義ある人生へシフトする際にはとても大切です。まるで自分には世界に貸しがあるかのような、自分にはそれだけの権利があるかのような傲慢な態度は捨てましょう。元大統領ジョン・ F ・ケネディは、国があなたに何をしてくれるのかではなく、自分が国に何ができるのだろうと考えようと求めたことで有名ですが、権利を主張するのではなく、みんなで一緒に謙虚になろうと呼びかけた心震える言葉です。
謙虚になると言っても、自分を卑下したり、無力だと思うのではなく、ただ自分のことより他人のことを考えようという意味なのです。謙虚さとは、他人に奉仕することで生きる意義を育んでくれます。自分に権利があると考えてしまっているのなら、きっとそれは間違っています。なので、まずは謙虚になって、人生の意義を見出せるような道筋に戻ればいいだけなのです。どうやったら自分の権利を主張したくなるときに、他人のことを考えられるようになるのだろうと思ったら、ほんのちょっとでいいので、一旦自分に権利があると口にするのをやめてみるといいでしょう。徹底的に謙虚になることを実践すると、人生の目的が見え始めます。自分に権利があると思うような考え方では、目的のある人生は育たないのです。2. 操ろうとするのではなく、信頼してみる。正直に言うと、誰にでも自分の人生や、そして他人をコントロールしたくなったことがあると思います。家族、友人、同僚、さらには見知らぬ人にまで、エゴは常に神を追い出し、巧みに操ろうとするものです。でも、エゴとは異なる方向に進み始めると、やがて、いかなる理由があっても、他人をコントロールしようとしても、全く意味がないのに気がつき始めます。誰かが偽りの自分でいるのに気がついても、自分はそれを眺めてじっと座って、観察しているだけで十分だと感じられるようになり、たとえそれに同意できないと思っても、相手が子供であったとしても、本人が選択したものをただ微笑んで見ていられるようになるのです。支配から信頼することにシフトしてから、どんどん人に干渉しなくなりました。すると、家族や友人以外の誰に対しても、はるかに大きな信頼感を持てるようになり、コントロールしようとも思わなくなったのです。代わりに神がこの本を私が口にしたいことが伝わるように書かせてくれていると分かっています。信頼が支配したい気持ちにとって変わるとエゴが訴えることもなくなりました。自分が目にしたものは目にしたことのない創造主を信じるに足りるというラルフ・ウォールド・エマソーの格言は全くその通りだと思います。私は宇宙の知恵と創造のソースを心から信頼しています。すると今度は自分の内にある知恵に気がつき始めます。自分はソースから生まれたのだからそれに似ているはずだと思い出すと自分を認めさせたい、自分の方が優れていると訴えるエゴで物事を台無しにしてしまうのではなく、ソースが導いてくれていることを真摯に信じられるようになるのです。支配しようとするのではなく、ひたすら信じて、ただ魂の声に耳を傾けましょう。小さな自分ではなく、万物の創造主であるソースがすべてやってくれるのだと、じっと耳を傾けながら、座っていられるようになります。このシフトは人生にとって重要なことなのです。私もかつて魂の声が鳴り響くのを感じました。お金のために本を書いて有名になり、それをどう利用するべきかと訴えるエゴの声より、心の深い部分で感じる自分の声に耳を傾けた結果、心の奥深くにある興奮するような感覚を信じて人生のシフトを果たし、心理学の本を書くことからスピリチュアルな生き方の本を書くようになったのです。さて、エゴの支配から逃れたら今度は
一体何を信じたらいいのでしょう。ここに信じるべき3つのポイントがあります。自分を信じること、他人を信じること、ソースを信じること。それぞれを簡単に説明しておきましょう。自分を信じる。どんな方法でも構いませんが、自分の魂の声を聞くことです。直感は一般的に信頼するに足り、それはどんな形で現れたとしても同じです。この点について、マハトマ・ガンジーは、何が真実か難しい質問だ。しかし私は、内なる声が告げることが真実だと自分に言い聞かせている、と述べています。他人を信じる。できるだけ人に干渉しないこと。誰もが、それぞれの自分の宇宙を持っているのです。他人を信じて干渉しなければ、やがて干渉などする必要がなかったとわかります。老子道徳経で、老子は次のように述べています。宇宙を背負って発展させられると思っているのか？私はできないと思う。この世の万物は聖なる船であり、コントロールなどできない。コントロールしようとすると滅びるのだ。掴もうとすると失ってしまうことになる。ソースを信じる。想像を成し遂げた不思議な存在、ソースを信じることです。万物の創造、宇宙の根源は、目には見えないかもしれませんが、かつて私たちが母親の子宮にいた時のように成長するよう導いてくれるのです。ソースを信じると意義ある人生へと導かれていくことになります。3. こだわりを捨て、あなたは正しいと認めてみる。シフトを果たそうとした時に、私が得た、おそらく最大の教訓は、手放しなさい、神に委ねなさいという言葉です。つまり、エゴが固執するものや恐れなど、これまで重要だと思ってきたものをもう一度、誰かに委ねようとするのです。多くの人はどうしても、人生の朝の時期に、自分が正しいと思っていたことにこだわってしまいます。エゴにとってはその考えが好ましいので、手放す訓練をしようとすると、逆に手放そうとしているものがまるで自分にとって重要で素晴らしいもののように感じてしまうものです。今になって昔を思い返すと、当時は自分が間違えていると思うのがとても怖く、なので他人の意見が受け入れられなかったのかもしれないとわかります。エゴは何であろうと、とにかく自分が正しいと思いたいわけで、それに必死になっているうちに、見事に人生の純粋な目的から気をそらされてしまいます。こだわりを捨てて神に任せると決めたら、自分が正しいと思いたい気持ちも捨て、相手に対して、それについてはあなたは正しいと、認めてしまうように訓練するのです。けれども、それには親切心や誠実さが必要で、皮肉に満ちた気持ちや不誠実な感情があるとなかなか難しいのですが、このあなたは正しいという言葉が、やがてこだわりを捨てて神に任せ、もっと意義ある人生を歩む道筋へとつながっていきます。エゴの持つこだわりを解き放つもう一つの方法は、ガレージ、食器棚、ワードローブの整理をして、自分が持っているものを処分し、それに固執しないようにすることです。この1年間に使っていないなら、それはどこか他の場所にあるべきものなのです。ジョエル・ゴールドスミスが、永遠の中の一つの中で、
自分が何かの一部だと思う訓練について次のように述べています。いつかは消滅してしまうものを求めて常に努力したりもがいたりする虚しさを感じる段階に至る人たちがいる。ある瞬間に手に入れたものが幻だとわかるのだ。この時、人は自分の外に物を求めるのをやめ、自分の中の神を探し始めることになる。ストレスのほとんどは、もっと欲しいと常に努力しなくてはならないという信念にしがみつくから生まれるのです。というのは、エゴにとって価値があるものなど自分には必要ないという信念をエゴは拒否し続けるからです。そしてシフトを迎えると、こうしたエゴの及ぼす影響はどんどん薄らぎ、こだわりが満足する心へと入れ替わるのです。何かを追いかけて必死に努力して、それにこだわり続ければ、野心が大きくなって不安を生み出す源となることはあっても、魂のレベルで意義ある人生が求めるものを満たすことはありません。追い求めると逆に本質から遠ざかってしまうのです。こだわって身につけたものは、やがて消えてなくなる運命。つまり、ゴールドスミスが言うように、それはすべて幻に過ぎないのです。人生の意義は、エゴの求める野心より素晴らしいものなのです。四つからなる基本的な美徳を実践し、謙虚に信頼し、すべてを委ねるシフトを果たし、とても自然な感覚で本来の姿に戻りましょう。そうすれば、意義ある人生はすぐそこにあるのです。最後に、はじめにでも紹介した意味と目的のある人生と関係しているアフリカ三族の空腹の話で本書を閉じたいと思います。私たち一人一人に意義ある人生を見出す責任があると思ってもう一度、本書で述べたソースへとシフトを果たした視点で読んでみてください。カラハリ砂漠の山賊は、空腹には2種類あるという。ものすごく空腹と、ちょっとだけ空腹。ちょっとだけ空腹な人は、お腹いっぱいになりたい。そして、ものすごく空腹な人とは、意義を求める人たち。人間が辛く、苦しくなるのは、究極。たった一つの理由だ。それは意味なく人生を過ごしているという乾きのせい。幸福を求めるのは決して間違いではない。でも魂を満たすには幸福とか不幸とかそんなことよりずっと大きなこと。それは人生の意味だ。人生の意味は様々な形をとる。だから自分で意味があると思えば幸せかそうでないかさえとるに足りないことになる。あなたはすでに満たされている。精霊の世界ではあなたは一人ではない。その一部なのだから。